まだ始まりました。もちろんです。早いです早い、もう始まった。今始まったんですよ。はい、来たばっかり、着いたばっかりで、はい、久しぶりに。久しぶりです。はるさんにおいでいただきまして、はい、ロジカル勉強地図でおなじみの、待ってください、はい、10番、4冊目決まりました、はい、おお、すごい。で、まあ、僕もね、エッセンシャルズ出しておりますので、はい、ありがとうございます。なんとか春さんのおかげでもうちょっと売らなきゃっていうことで動画のストックもないんで、はい、多分もうこのまま今日出る可能性が考えてる。なんかね、編集の方募集されてませんでした？そうです、編集の方募集してたんですけどね。まあ一人サンプル来たんでやったんですけど、はい、すぐ辞退しました。できないって。そうなんですか、はい、英語がね、できる編集の方って結構珍しい、はい、そうですね。やっぱ英語と編集両方できる方はなかなかいないので、はい、どちらもできる、あつさんのチャンネルの人ぐらいできる人を募集します。まゆさんのチャンネルぐらいできる募集します。はい、すごいよな、あれ。ですけど、やっぱりトイックはむずいと、最近むずいと、うん、でまあね、2年になったじゃないですか、スコアの有効期限が、はい、有効期限決まったんですけど、もう受け始めなきゃダメかなみたいな人たちがちょこちょこ出てきてはいる中で、と昔の満点と今の満点違うよっていうのですね、はいはい、時々 SNS で噛みつく春さんに噛みついてないですよ、僕別になんかね、いろんな話題でちょいちょい荒れますけど、そうですね、はい、まあやっぱトイックのことやっぱ知らない人多すぎるじゃないですか、うん、ちょっとまあ SNS 上でやっぱバズってても、うん、なんかトイックに出る何々って言ってバズってる人たち、うん、あ、確かに、いっぱいいて、うん、まあそれツイッター見てても TikTok 見てても、いやいや出ねえよ、うん、出ねえよ全然そんな表現っていうのでね、なるんですけど、で分かんないわけですよね、当然みんな、うん、それが出るか出ないかなんか分かんない、そんな中どうして難しいのか、じゃあ、うん、そこをちょっと春さんにいきなり来たばっかりで解説してもらう。まあパートごとになんか難関の傾向あると思うんですけど、はい、なんかまずパート5顕著だなと思ってて、はい、なんか語彙問題みたいな、うん、いわゆる語法問題だったりとかっていうのが割合として増えてるような気がするんですよね。なるほど。でそれも割と昔だとちょっと満点阻止的な立ち位置で、うんうんうん、これは知らないだろう、難しいだろうみたいな形で用意してたような問題っていうのの割合がこう増えてるような気がして、うん、なるほど。なんか結構最近パート5悩むなっていうのと、うんうんうん、あとパート2はあれですよね、もう前からですけど間接応答というか、はい、遠回しな回答っていうのがう、ね、まあ、より増えてるなっていう2点で結構顕著に難しいなって感じますね。そうですね、だからいわゆる1、2、5この3つが優しいんだって言われてたのが、はい、いやいやいやっていう感じですね。そこが取りもんだみたいに言ってたのに、ね、なかなか取れなくなってきてるっていうね。取れないです。あとまあなんかパート3、4とかで、はい、最近トレンドなのか分かんないですけど、なんか撮影現場みたいなシチュエーションが多い、はい、多いですね。出てきますね、よくアクターとか監督とかよく出てくる。なんかこう撮影するからちょっとそれぞれのポジションを確認してとかっていうのって、うん、我々第三者視点でその話を会話を聞いててもイメージしづらいじゃないですか。そうですね、何の話を今してるんだよ、うん、あ、ディレクターとか言ってるからこれはなんか映画撮影かみたいな、うん、なんかそういうワードでこうやっと分かるみたいなのが出てきて、はい、3、4もなんか状況イメージしづらいなって思います。そうですね、本当その通りで思いますね、うん、もうバンクーバーとかいたんで撮影シーンは結構見かけたりはしたし、この間もあのユニバーサルスタジオ行ってきたんで、はいはい、LA のとか、まあいろいろドラマ映画とか見る人間なんで、うん、その裏の状況のやつとかもドキュメンタリー結構見る人間なんで、自分は浮かびやすいかもって思うんですけど、やっぱ普通は知らないですからね、普通分からないですよあれは本当に。裏方のシーンがいろいろ出てきますからね。出てきますね。なんでそういったところもちょっと方向性変えてきたなっていうのは最近感じますよね、うんうん、本当に自分自身も、まあ、やっぱ環境問題がすごい多いなっていうのがね、はいはい、やっぱり環境に配慮して、うん、そのなんとか、ね、デジタル化してみたいなのとか、うん、そういうのも結構出てくるなと。確かに紙のインボイス廃止します、はい、はいはいはい、紙をなんかねなくしてとか、本当にソーラーパネルもよく出てきますし、あ、確かにそうですね、はい、太陽光とかも出てくるんで、はいはい、あとは何ですか、自動で電気がね消えたりついたりって、はい、これも ETS 大好きなんですよ、もうトフルもめっちゃ出すし、はい、人感センサーみたいな、そうです、もうセンサーにしてで電気をっていうのがよく出てくるんですね。だからまあそういうところでも昔のトイでそこまで過去遡って知ってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱ時事ネタを取り入れてきてるというか、うん、その点でも結構難しくなっていることを考えると、ね、まあ、有効期限2年っていうのはまあ確かにリーズナブルというか、うん、なるほど、やっぱこの2年内と、まあ、それ以前とではかなり傾向もないのが変わってきてるのは事実なんじゃないかなと思います、ね、理にかなってるの方のリーズナブルですかね、安いじゃないですかね、あ、そうだ、そっちじゃないですかね。農業も増えましたね、だいぶ農家の場面も増えるようになりました。いわゆる野菜とかだけじゃ
ゃなくて、はい、まあ、農場ですね、はい、動物たち飼ってるシーンとかも結構出てくるようになったなと思って、やっぱ今まででちなみに一番難しかった僕その動物の検閲の場面、そんなのなんか、はい、リスニングで出たことがあって、動物の検閲の場面、はい、それが一番難しいなと思いました。それ どういうあれ空港とかですか？いや農場の、それで牛だったか豚だったか何だか忘れちゃいましたけど、それの検閲をしなきゃいけないみたいなのが、これなんか、あ、そう、クランティンのやつの文脈でそれやんなきゃいけないっていう部分のが、もう覚えてないですけど、全部はすごい、そんな、それが一番難しかったです今までの調べに。他何かありますか？まあまあパート5は分かります、はい、やっぱり語法とかもむずいし、はい、語形の問題ですらむずいのが最近よく出てくる、ね、なんていうか昔からあった難しいパターンを、うん、なんか一つの回にドッと入れてる、うんうん、まあ、公式問題集のね一番新しい11のテスト2がそれ、うん、って感じなんですけど、語形の問題でも名詞がもう3つ選択肢にいるとかですね、うん、ちょこちょこ出てたけど、 そうですね、それがガンといる感じですね最近は。ね、なんかもう品詞の観点だけで絞り込めない問題とかって結構増えてるっていうのが文法問題の特徴かなと思います。トイック側は対策をさせない問題をなるべく作ろうとか、はい、それテクニックで解けないみたいな。そう、テクニックで解かせない問題。まあでも理にかなってますよね、それは。ある意味その、まあ、森哲さんが一時ちょっとホットになってたトイック要論とかもありますけど、はいはい、まあそのやっぱテクニックで解けちゃう試験だと、うん、そう言われても仕方がない一面もあるじゃないですか。そうですね、確かに何も分かってないのに LY ついてるから正解って、その対策は試験としてすごいいい方向にいってますよね。あ、パート6がちなみにそれ如実だと思います僕は。パート 6? はい、パート6の文章入問題が、はい、あ、確かにテクニックで解けたものがもう解けないのが普通になってきたって感じですね。前はだから、まあ、まだありますよ、まだ出てますけど、代名詞で指してるものがこれとかでやってたのが、最近はそうやって解けない問題が増えてる。今もう消去法ですもんね。そうですね、なんか全部入りそうというかいやこれ全部入りそうだし全部なんか不自然な感じするし、でもまあ C っていうならこれかなみたいなのがパート6前回も出ましたね、うん、まあトフルの頃からあるものなので、文挿入1とかとはずっとあるものなので、はい、昔から文挿入に関しての作る問題のテクニックというか、それはすごいはずなんで、うん、ETS 側はですね。なるほど、クオリティとしては上がっていってるとか、質としては高くなってるって、ね、そうですね、だから英語力をよりうまく反映するんですね、より英語力に。それでいてでもやっぱ情報処理じゃないですか。まあそれはあると思う、特にパート7とかはその色が強いなとは思いますし、うん、ただなんかチャットの問題とかあるじゃないですか、うん、パート7で言うと、であれって彼らが何について議論してるかっていうのを、うん、まあ、回答しないといけないと思うんですけど、はい、なんか最近の公開テストであのチャット問題見てて、うん、割とこう仕事の場面が多いと思うんですけど、すごくこう会話がリアルだなってめちゃめちゃ感じることがあって、まあ、自分自身その外資系で今働いていて、うん、まあ、チャットベースでやり取りとかするんですけど、うん、本当になんかあの感じというか、うん、カジュアル度合いとかフォーマル度合いみたいなのもすごいいい感じに、あーなるほど、再現度がすごい高いなと思うので、うん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 、そういった意味ではなんか試験の質上がってるような気がしますね。おーなるほど、いろんな場面出てきますからね、うん、2回連続で駐車場で働いてる人が出てきてるんでねそうなんですなるほどなっていうのはありますけどね。ちょうどそれでチャット問題で撮影する場所を探し、空き家、いい空き家がないかみたいな、はいはいはい、場面があって、うん、ちょうどいい空き家をどこどこ通りに見つけて、はい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 、あったんで、なんかすごい今までにない設定だなって思いましたね、うんうんうん、まあ、ただその代わりやっぱ場面が思い浮かべづらくなってると。づらいと思いますね、そんなあらゆる業種に精通してる人って少ないと思うので、うんうん、え、1はどうですか、やっぱ最近むずくなったって声が一番多いんですか。そうです、1どうなんだろう、1はそんなに意識してないですか。1やっぱり1、2問6分の2ぐらいちょっとなんかうってなるのがありますよね、はい、ありますね、うん、アノキュパイド系というか、はいはいはい、空いてる系、そう、空いてる系だったりとかなんかそういうのがあると思うんですけど、はい、まあでもそれ昔からだったような気がする。1個2個ぐらいはそのちょっとすんなり回答させないのがあって、うん、それ以外はまあ比較的シンプルな場所を描写してるような気がしますけどね、うん、最近はやっぱ難しい、表現がむずいっていうね、あのが、まあ、不正解にもかなりむずいのが出てきたりするようになったっていうので、はいはい、まあ、そこは言われてしまう。じゃあやっぱ春さんが考える一番最難パートは、パート5。お、5、個人的には。ああなるほど、皆さんはどうですか。まあ多分多くはパート7って言うと思うんで、7
僕はもうセブンですからね、間違えるとしたら。僕でもファイブなんですよね、間違えるとすると。セブンはまあ答えは絶対あるじゃないですか、はい、なんかちゃんと時間かけて文章を正しく読解すれば解けるんですけど、うん、もうファイブは知らなきゃ解けないみたいな問題が出てくるんで、もうどんだけ考えを巡らせても、うん、もう知識がないと解けないみたいなあるじゃないですか、はい、僕はもうセブンで言い過ぎでしょうみたいなのがね、やっぱ、まあ、最近はいわゆる書いてないものも出るようになったじゃないですか。これに応募するとしてふさわしい記事はどれでしょうみたいな、はいはいはい、で記事の題名がこう書いてあって、あ、これについての募集だから記事はこれだとか。そうですね、なんかこう concluded about みたいな、はいはいはい、何が結論付けられるか、ちょっと推測されるかみたいな、うん、こうちょっとふわっとした問いかけも増えましたし、ね、やでやであれがもう別に読むのはもう慣れっこなんで、やっぱ疲れちゃうとかが多いと思うんですけど、はい、まあ僕はもう別に普通にね、うん、本読むより全然短いから、確かにそこはなんともっていうか面倒いとは思いますけどね、はい、時間限られてるから、うん、時計持ってきゃいいんですけど、どれぐらいかかってるか分かんないから持っていってないですよね。時計がないとこだとどれぐらいかかってるか分かんないんで、ちょっとまあまあ大体ざっくりどれぐらい余るんですか。10分とかじゃないですか、ね、あ、でも森哲さんでも10分くらいしか余らないですね、うん、そうですね、一応全部読むんで、やばいって感覚になったら読まないですけど、うん、それで余って、でパート7ですね、トリプルダブルは全部見直して、最後の10問何が多かったですかって質問が来るんで、そこもちゃんと全部確認して10問はそれすごいですね。僕その質問をもらうことがあって、うん、でツイッター X の方で、うん、そんなん言われてもわからないみたいなことつぶやいたんですよ、うん、そしたらR さんがリアクションくれて、はい、それは覚えると当然だってそのなんかそれはよくある質問だから、あ、なるほどね、みんな覚えるんですよみたいな、そうなの、それが常識なんだ。トイック、ね、教える側はやらなきゃいけないみたいになって、びっくりしましたね、あれ本当にこんなカルチャーがあるんだみたいな。それやって、で5を大体全部解き直します。時計があるところで見ると大体10分とかなんで、あ、じゃあまあ実質も解き合ってますよね。そうですね、読み終えております。はい、やろうと思えばですけど、でまあ時間あれば6も見直すって感じです、ね、うん、どうやればいいんでしょうね。こうなんかこの難化に対抗するいい対策とかあるんですかね。やっぱこの対策対策してきてるから、きちんと英語力を上げなきゃいけないっていうの、ただやっぱ場数踏んで慣れないといけないなと思いますけどね、やっぱりね、この推測の仕方とかっていうのはね、うん、できなきゃいけないんで、うん、やっぱネイティブは解けちゃいますからね、どんだけ推測がとか言ったって。確かに、そうだってね、チャンネル出てる超過さんなんてね、はいはい、20分以上余って、あ、そうなんですか、はい、余裕で満点取りましたから。じゃあまあ情報処理はちょっと言い訳にできないですね情報処理だからじゃなくて、まあ、英語力あればちゃんと解けるよっていうことなのかもしれないですね。それで英語力、まあ、聞こえるようにもね当然ならなきゃいけないし、エッセンシャル、そうですね、詳しい対策はエッセンシャルですね解き方はこちらで学んでくださいとした。今回は春さんに最近のトイックむずすぎるよっていうことと傾向と対策について話してもらいましたので、はいはい、ぜひ春さんのチャンネルにも行ってもらって、普段留学の Vlog でしたっけ、全然それはなんか春デイリーとか別のチャンネルに行っちゃうんで、そうですね、はい、トイックとか対策についての動画出てますんで、ぜひ見てください。はい、ということで今回は春さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。